コンラート・アデナウアー、コンラート・ヘルマン・ヨーゼフ・アデナウアー、コンラート・ヘルマン・ヨーゼフ・アデナウアー、1876年1月5日から1967年4月19日はドイツの政治家、西ドイツの初代連邦首相を1949年から1963年に渡って務めた。また1951年から1955年には外相を兼任した。 戦前はドイツ中央党に属し、戦後はドイツキリスト教民主同盟、セディの初代党首。父はケルンの高素審裁判所の初期官。母はヘレーネ、救世シャルフェンベルク。五人兄弟の三番目として生まれた。教派はカトリックである。1894年3月5日にケルンのアポステルギムナジウムでアビトゥーアを取得。 1894年から1897年まで、フライブルク大学、ミュンヘン大学、ボン大学で法学と経済学を学ぶ。1897年に第一次、1901年に第二次放送国家資格試験に合格し、ケルンで公務員として司法採用された。1903年から1905年まで、ケルン上級裁判所に判事として勤務する。 1904年にエンマ・バイヤーと結婚し、3人の子供を設けた。1906年にドイツ中央党へ入党した。1909年にケルン氏女役。エンマは1916年10月6日に死亡し、1919年にアウグステ・ツインサーと再婚して5児を設ける。中央党の政治家として1917年から1933年まで。 ケルン市長。就任当時は41歳と、ドイツの大都市では最も若い市長だった。1918年には、プロイセンスミツイン就寝議員に選出される。しかしその年11月の第一次世界大戦の敗北でその称号は有名無実になった。敗戦直後の混乱期、中央党はラインラント地方の分離運動をしたためアデナウアーも、その一味として攻撃されたが、 これは濡れ絹である。1922年から1933年には、プロイセンスウミツいんを務める。バイマール共和国時代には何度か首相候補として、取り沙汰されたが、彼は、ケルン市長の座に満足しており、孤児していた。ケルン市長としては、戦後の混乱期に、食料確保に意を砕いたり、古い城壁を取り払って、緑地帯にし、 ケルン大学を再建、フォードやシトロエンなど外国企業を誘致し、メッセやドイツ最初のアウトバーンを建設して、ケルンをドイツ一の産業都市として進行したなどの功績がある。彼はナチ党の台頭を苦々しく思っており、1931年にその支持者が勝手に橋に陶器を掲げた時は撤去させた。しかし、1933年に、 ナチスは政権を掌握。その年アデナウアーは、ケルンを訪問したヒトラーとの握手を拒否したため、ケルン市長とプロイセンス密院議長の座を追われた。翌年ヒトラーが反対派を粛清した長いナイフの夜の直後には2日間拘留された。アデナウアーは引退して年金生活に追い込まれたが、1944年7月のヒトラー暗殺未遂事件の直後にも、 かつて彼が作ったメッセの跡地に置かれた強制収容所に入れられた。病気を理由に病院へ移され、そこから脱走して再び逮捕されるも11月に釈放された。第二次世界大戦後、進駐したアメリカ軍はアデナウアを再びケルン市長に任命したが、代わって進駐したイギリス軍により食料供給の不備を理由に更迭された。さらには、 占領軍に禁止されていた政党活動の都がで再び引退生活に追い込まれる。これはアデナウアーがフランスと組んでラインラントに独立国を作るのを防ぐ目的があったという。引退中もアデナウアーはドイツキリスト教民主同盟セティの設立に尽力する。アデナウアーが戦前所属した中央党はカトリック政党であったが戦後プロテスタントと共に キリスト教に基づいた政治を目指し、キリスト教民主同盟として生まれ変わり、その創設者の一人となった。西ドイツ、西側連合国選領地で行われた1949年8月の第1回ドイツ連邦議会選挙に出馬し、当選、セティの連邦幹事長となり、9月15日の議会での投票で、ドイツ社会民主党、SPD 候補の来るというマッハーに一票差で、 セリカって初代連邦首相に選出され、翌日初代連邦大統領、テオドール・ホイスにより正式に任命された。当時はまだ西ドイツに防衛、外交の自主権はなく、連合国が干渉していた。同年西ドイツの首都がフランクフルト・アムマインでなく、ロンになったことに、アデナウアーは大きく影響を与えている。1950年にはセリが全国組織として発足し、 アデナウアーは初代当主に就任する。戦争被害者の社会復帰が西ドイツの復興につながり、壊滅的な敗戦で分散した国民を一体化させる効果があるとして、1950年連邦援護法、バンドスバーソルガングスが成立戦争犠牲者の援護に関する率を制定し、一般国民も軍人と同等の援護を受けられるよう、医療費は無料とし、機能に、 障害のないやけどのケロイドも大変重い障害とした。連邦援護法の財源は、戦争被害の少ない企業からの税徴収と、連邦政府で負担調整基金を設立し、被害の多い個人と企業を援護した。なお、後に東西が統一ドイツになると、ドイツ統一条約に基づき、東ドイツ居住のドイツ人にも1991年1月から適用された。 アデナウアーは1953年、1957年、1961年の連邦議会選挙を勝ち抜き、14年にわたって連邦首相を務めることになった。とりわけ1957年の選挙では、セディとキリスト教社会同盟、CS、セディのバイエルン地域政党が連邦議会議席の半数を獲得した。西ドイツの再建を指導し、 ルートビヒアハルトを徴用して、経済成長に寄与した。1951年に、西ドイツの外交主権が回復されると、外務大臣を兼任したアデナガーはフランスをはじめと、スルキュー連合国との和解に、強力な指導力を発揮し、1955年5月5日に、連合国とパリ条約を締結して、主権を正式に回復。1963年、ドイツとフランスは、 普通協力条約、エリゼ条約に調印した。この条約には、フランス大統領、シャルルド・ホールとの個人的友好関係が大きく寄与したと言われる。経済的にも、マーシャルプランをもとに、経済復興を進め、欧州石炭鉄鋼共同体、欧州経済共同体、欧州原子力共同体に加盟。この外交関係は、現在の欧州連合へと発展していく。 1954年にはヨーロッパの理念と平和に貢献した人を称えるカール大帝賞を偏詞から受賞した。アデナウアー政権下で西ドイツは再軍備を許され、北、大西洋条約機構などに加入した。一方でアデナウアーはソビート連邦や東側諸国との国交を結んだ。1955年にはモスクワを訪問しソ連に残っていた。 ドイツ人戦争捕虜の帰国を実現した。ただしハルシュタイン原則を掲げ、ソ連軍占領地に誕生した東ドイツは承認せず、また1955年に BND を創設し、翌年にはドイツ共産党を非合法化するなど、共産主義に心を許していたわけではない。再軍備を進める一方で、1952年12月3日には、旧軍の名誉回復演説を行っている。 1952年3月27日、ミュンヘン警察署で、アデナウアー宛の小包みが爆発し、警察官一人が死亡した。捜査の結果、この犯行には、イスラエルのユダヤ人テロ組織イル軍や、その指導者メナヘム・ベキンの同国首相の関与が明らかとなったが、ナチス政権下のドイツによるホロコーストの記憶も、生々しい当時、両国の間で、 外交問題に発展することを避けるため、事件背景は発表はされず容疑者はイスラエルに国外追放された。この措置にイスラエル初代首相ダビド・ベンイコール・グリオンは感謝したと言われる。1955年にはイスラエルとルクセンブルク協定を結び、ホロコースト生存者に対して一人当たり3000マルク、総計34億5000万マルクを支払った。 1960年にはニューヨークのウォレドルフイコールアストリアでベンイコールグリオンと初会談し巨額の借款を実現した。さらに1966年にはドイツの重鎮政治家として初めてイスラエルを訪問している。ただしニュルンベルク法制定に関わった人物ハンス・グロプ家を激しい批判にも関わらず連邦首相府長官として徴用し続けるなどその姿勢は 批判を受けた。1959年頃から、アデナウアーの威信は低下し始める。この年、連邦大統領を2期務め引退する、テオドールホイスの公認大統領として、エアハルトを据えようとしたが、これは、経済の奇跡の立役者として、人気を博し、アデナウアーの後継者と目されていたエアハルトを、棚上げして、自身の政権の延命を図るためだった。 当時83歳だった同歳賞のこの態度が周囲の猛反対を受けるとアデナウアーは今度は大統領が首相の職務に介入できることを条件に自らが大統領になろうとするがこれも猛反発を受けて撤回結局ハインリッヒル・プケを候補者とすることで落ち着いた1961年ベルリンの壁が建設された際アデナウアーは ベルリンに赴かず強い批判を受ける。当時西ベルリン市長であったビリー・ブラントが事態をよく把握し、西ドイツ国民の支持を集める一、アデナウアーは、首相はどこに行ったと批判を受けた。アデナウアー自身、ブラントの人気に、西ドイツの首相は誰だと強く嫉妬心を抱いたと言われる。政府の意のままにならない、ドイツ公共放送連盟、アードに対抗する。 国営放送創設のクワても連邦憲法裁判所に違見とされ失敗した。なおこの放送局は1963年に公共放送局第二ドイツテレビ ZDF として開局することとなる。1962年には雑誌デアシュピーゲルの編集者及び記者が国家反逆罪の門で警察に逮捕されるスキャンダルがあり。 この逮捕アデナウアーが承認したことが明らかになり、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウス国防相の首を差し出して切り抜けたものの、指導力の低下は覆うべくもなかった。この年には初めての心臓発作を起こし健康不安も重なり、翌年に連邦首相を辞任、エアハルトへの前上を余儀なくされた。しかしアデナウアーはなおもセリトー首の座に1966年まで止まった。 さらに、連邦議会議員も辞任せずその死去まで務めたが、当時の91歳という年齢は、ドイツ連邦議会史上最高齢である。1967年4月19日午後1時21分、インフルエンザに心臓発作を併発したアデナウアーは、自宅で死去した。最後の言葉は、D.A. ジット・エニックス・ゾクリエッシュ・ケルン・方言で、泣くことなど何もない。だた、 故郷のケルン大聖堂で国葬が行われ、その日次はドイツ連邦軍の高速艇でライン川を運ばれ、自宅近くの墓地に埋葬された。1919年、自らが再建したケルン大学から名誉博士号を与えられる。その後も同大学の各学部に3度にわたって名誉博士号を授与され、哲学、政治学、医学、法学など、 その名誉博士号は多岐にわたる。1955年には、ローマ教皇ピウス12世から、教会に、馬で乗り入れる特権、リッターボムゴールドノンスポーンを与えられた。またアデナウアーは、ケルンの名誉市民ともなっている。ケルンボン空港には、アデナウアーの名が冠されている。また、ドイツの、各都市では、例外なくアデナウアーの名を冠した大通りや橋。 建築物を目にすることができる。その名を冠した財団もある。ドイツ製高級車として知られるメルセデス・ベンツのうち第二次世界大戦後の1951年に初めて発売され、10年余り生産された大型高級乗用車300シリーズは当時の首相であったアデナウアーに講師で愛用されたことから、後年アデナウアーモデルの通称で知られている。 2003年11月、ZDF の番組、偉大なドイツ人の視聴者投票で、アデナウアーは、ドイツの歴史を通じて、最も偉大な人物に選ばれた。タブーであるヒトラーは言うに及ばず、侵略主義的なビスマルクへの忌避感も強い現在のドイツでは、まずまず順当な選出と言える。2度の結婚で8人の子供を設けた。最初の妻エンマは、 ガローヌ氏の娘で、1916年に36歳で、病死。二番目の妻アウグステ、グッシーは、ゲシタポに逮捕された時に体調を崩し、1948年に死去している。孫の一人が、ノルトライン、イコールベスト・ファーレンシュ・ギュータースローの軍議会で、議員を務めている。政治家の傍ら、発明家としても活動した。 第一次世界大戦時の食糧難に対応して、大麦の加工食品や大豆製ソーセージを発明、特許を取ったのは一件のみ。ナチスにより引退生活に追い込まれていた時には、外注防止ブラシ、車のライトに減惑されないメガネなど、陳発明を連発し出願したが、いずれも特許権は認められなかった。庭いじりが好きでバラの新種を開発し、アデナウアーのバラと名付けられた。 晩年よく休暇を過ごした北イタリアのスポーツ、ボッチャにはまり、自宅や首相官邸に競技場を作ったほどだった。在任時期、敗戦からの復興という時代背景、外交方針、合腕という共通点から、日本の吉田茂首相と比較する向きも多いが、外交的には、吉田茂は GHQ の間接統治の区靴であり続け、対米従属一辺倒であったのに対して、アデナガーは、 隣国フランスとの協調姿勢を最重視し、アメリカには常に猜疑心を持ち過剰な接近には、警戒するリアリストであった点で全く異なると、言ってよ。学生時代に、クラスメートと共にカンニングをしていた。その計画は巧妙で、頭の良いクラスメートに、問題の回答を作らせ、それぞれの生徒が間違えるところまで指示していた。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。